今日は久しぶりに YouTube スペース東京に行くべく六本木にやってきました。 YouTube スペース東京で何をするかというと、自分のチャンネルをこれからますます発展させるべく勉強をするためです。まあ私があまり意識高いことすると自滅するのでやめといた方がいいんですけど、たまには刺激を受けた方がいいかなと思って来てみました。あの天高くそびえる塔の中に YouTube スペース東京はあります。そんなわけでこちらが会場になります。 YouTube スペース東京にはこういう撮影セットみたいなものがあります。とりあえず記念撮影をしておきましょう。ここでも記念撮影。勉強が終わった後は軽食&交流会です。しかし喋ったこともない人といきなり交流するというのは難しいですよね。なもんですることがないので私は食べます。食べまくって1食分浮かしたいところです。ピザを期待していたのですがなかったです。本当に軽食です。皆さん楽しそうに交流しております。私は食べる。食べるものがなくなったので会場を少し散策します。これ部屋に飾りたいな。夜景が綺麗です。東京タワーが見えます。こんな小物もあります。ここでも記念撮影。立ってすることがないんですもの。奥へ行ってみます。シールです。いただいていきます。こっちにはかなり本格的なセットが置いてあります。女性向けな感じですね。私は場違いな感じです。まあ私はどこ行っても場違いですけどね。場違い選手権があったらかなり上位に食い込む気がします。ここはおしゃれなオフィスでしょうか。座ってみたり、早々に退散です。お邪魔しました。というわけで久しぶりの YouTube スペース東京でした。特別ゲストがユニクロの人で、帰りに極暖のヒートテックをもらいました。普通のヒートテックしか持ってなかったのでこれは楽しみです。